58ガロンの淡水アクアスケープアクアスケープとは水を意味するラテン語アクアと景色を意味する英語スケープを結び合わせた合成用語でアクアリウムの中に水腐れ合うと術を駆使して人工的に作った水系生態系を表す言葉日本はこの分野の先進国の一つとして知られる配置工芸術で水生植物並びには石ケイブワーク または流木を神秘的に好ましい方法で、実際に水槽内にもたらす水中での演芸。デザインには、庭風のオランダ風や日本風の自然風など、様々なスタイルがある。通常、アクアスケープには、植物だけでなく魚も加味されるが、アクアスケープを形成できるのは植物のみ、または岩盤、またはその他のハードスケープで、植物を使用しない場合もある。 水生植物の主な目的は芸術的な水中景観を作成することであるが、水槽のメンテナンスの技術的側面と水生植物の成長要件も考慮され、アクアスケープの成功を確実にするためにアクアリウムタンクのクローズドシステムで多くの要因のバランスを取る必要がある。この時の要因とは、露化、水中の光合成、気質及び樹勢、照明、 藻類の抑制をサポートするのに、十分なレベルで二酸化炭素を維持することなどである。愛好家植物を取引し、コンテストを実施し、毎年世界大会、イアップクが日本で開催され、世界各国から神秘的な作品が、数多く応募がなされている。またインターネット経由で写真と情報を共有している。米国に本拠を置く、水生園芸協会には、約千二百人の会員がいる。 オランダ風、アクアスケープオランダの水族館は、緑豊かな配置を採用しており、陸生植物が花畑で見られるように、水中でも様々な葉の色、サイズ、テクスチャーを持つ複数の種類の植物が、表示されているようにしている。このスタイルは、淡水水槽の危機器が市販されるようになった1930年代に、オランダで開発され、高さが異なるテラスにある植物を強調し、 岩や流木を頻繁に省略。左から右に走る直線上の植物の列はオランダ流と呼ばれて、多くの植物の種類が使用されるが、水槽の床の80%以上が植物で覆われており、気質がほとんど、または全く見えない。廃部ガラスを覆う背の高い植物は、もともとタンクの後ろにかさばる機器を隠す目的で使用されていたのである。 自然のスタイルさんを連想させる自然風のアクアスケープ対照的なアプローチは1990年代にアマノ・タカシによって導入された自然水族館または日本のスタイル。アマノの三観シリーズであるネイチャー・アクアリウム・ワールドはアクアリウム・ガーデニングに関心の波を巻き起こしアクアリウム管理の新しい基準を設定したと言われている。アマノの作品は 比較的少数の植物種の大規模な非対称、配置によって自然の景観を模倣しようとする日本のガーデニング技術に基づいており、通常は単一の焦点で厳選された石や流木を支配するルールを設定。目的はカラフルな庭園ではなくミニチュアの地上の風景を呼び起こすこと。このスタイルは特に日本の美的概念の詫び、サビに焦点を当てたカトナ、 美しさの源、またミニマリズムから描く。グラサー・スティグマ・エリト・ノワズ、エリア・カリス・アシキ・アラース、エリア・カリス・パーベヤラ、イクアイナ・ドーレスト・ネロース、ヘミアン・ソス・キャリトリ・エコイズ、リシア・フラキンズ、小さな水生子だ、ストレジン・ラ・ポーン、ジャバ・モスのような小さな葉を持つ植物がよく使用されている。色はオランダ風よりも限定されており、ハードスケープは完全には覆われていない。 魚、または、キャラダインのマルキデントタやニオコリデナヘテロッポダなどの淡水エビも、通常、植物を保管して、を制御するために選択されるが、ミニマリズムの理由より種の数はしばしば制限されている。岩組スタイル右側に大史積を排した、岩組スタイルの水系ジャングルスタイルの水辺一部の愛好家は、オランダや自然スタイルとは別のジャングルスタイルを参照し、 両方の機能の一部を取り入れていく。植物は自然でトリミングされていない外観になるが、ジャングルスタイルのアクアスケープには通常、目に見えるハードスケープ素材がほとんど、または全くなくオープンスペースも限られている。イクアイなどレスブリュハリーなどの大胆で荒い葉の形は野生の手付け数の外観を提供するために使用されるが、ネイチャースタイルとは異なり、 ジャングルスタイルは綺麗な線をたどったり、細かいテクスチャを使用したりもせず、ジャングルキャノピー効果もより暗い下地、表面まで成長する背の高い植物、および光を遮る浮遊植物の組み合わせを使用していることができ、まだらの照明効果を果たす。ジャングルスタイルの水生生物で使用される他の植物には、マイケロソラムプテロプス、ブルバイティスヒューダラティ、 バラスニリアアメリカーナ、クリナム種、アポノゲトン種、イクアイナドーレス種、サギッタリアスーバーラタ、ハイグルフィラピンナティフィダ、オヌビウス種、およびリンナビームリービガートムなど、シクリットのあるマラウイコのビオトープはアムステルダムの動物園、アーティスの展示です。このキレツコの生息地には緑の植物が存在しないことに注意してください。上記のスタイルは、 地理的な起源に関係なく、望ましい視覚的影響に基づいて、植物と動物の種を組み合わせることもよくあり、ビオトープ水族館は、特定の地理的位置で、特定の水性生息地を正確に再現するように、設計されており、必ずしも庭のようなディスプレイ型を提供するだけでは、ない。植物や魚は全く存在する必要はないが、存在する場合は、表現されている。 生息地で自然に見られるものと一致する必要がある。こうして自然に共存する生物のみを含めることにより、ビオトープを使用して比較的自然な環境での生態学的相互作用の研究が可能。パルダリウムパルダリウムは同じ環境内で水と土地を組み合わせた水槽のことで、これらのデザインは熱帯雨林、ジャングル、川岸、沼地、または ビーチも含む生息地を表すことが可能。パルダリウムでは、水槽の一部は水中にあり、一部は水面より上にある。一部の陸地領域が喫水線よりも高くなるように基盤が構築され、タンクは部分的に飲み水で満たされる。これは可能なら、ヤ圧リフサアルターナホーリアスとスパティフィラム属の割水だけでなく、様々なアヌビアスといくつかのアナナスなども、 完全に沈めてしまうが構成によっては、アイコーニアクラスプスやピスティアストレイシオッツなど、水面に浮かぶ植物も最大限に活用可能であることから、他の水槽のセットアップとは異なり、パルダリウムは両生類の飼育に特に適しているという。リーフアクアスケープオランダでは、自然のスタイルの水辺は伝統的に淡水系であるが、対照的に海水水槽で育つことができる。 干渉植物は比較的少数。代わりに海水での水生生物は通常サンゴ礁の模倣に集中してライブロックの配列がこの水辺の主要な構造を形成しており、サンゴや他の海洋無脊椎動物、サンゴ礁の藻類が生息。これらは共に淡水植物と同じ美的役割を果たしていく。ビクトリア朝時代からアクアリストは バラスニリアスプラリスを含むこの1856年の例に見られるような水槽世界を形成炭水アクアスケープには健康な植物を水中で維持するための特定の方法も必要であり植物は多くの場合目的の形状を得るためにトリミングされ糸で目立たないように適所に結ぶことで配置が可能でほとんどの深刻な場合アクアスケープラーは一般的に液体 またはタブレット型の水槽に安全な肥料で植物がより早く満たされるようにし、ラテライトを含むいくつかの水槽の機質も栄養素を供給する。生い茂った洞窟と朽ち果てた木々を連想させるアクアスケープ藻類繁殖は水生生物の注意散漫であり、望ましくないものとみなされ制御されている。一つは動物などで藻類を消費という手段で、 藻類をきれいにするために数種の魚、エビ、またはカタツムリが集まるという葉を導入。もう一つは、植物が藻類を支える栄養素を残さずに、すべての肥料を利用できるように、栄養レベルを制御しながら、適切な光と c o にしを使用して、諸毛の植物の急速な成長を促進する手段である。初期のオランダの愛好家で100以上の地元のクラブで、 アクアスケープコンテストを開始し、審査員は資格を得るために、約3年間のトレーニングを受け、複数の分野で試験に合格する必要があった。このコンテストは、国立水族環境界の講演のもと、毎年開催され続けており、地元のクラブでの予選コンテストから始まる3つのラウンドがある。地元で1位のものは、15の地区キーリングで開催される、第2ラウンドに参加。 その勝者は全国選手権である第3ラウンドに参加できる。パリのポルトドレ水族館のアマゾン川流域のディスカスと数キテトラテトラ大規模な公共水族館ではディスプレイの一部として使用することがあり、1920年代初頭ニューヨーク水族館には石灰室のトゥファイワで装飾され、サンゴ礁に似せて配置され、石のサンゴや海のファンを支える。 物防のディスプレイタンクを設けていた。通常特定の生息地の野生生物を提示するため、現代のディスプレイは時たま生物学的に正確な、ビオトープになるように作成されている。次のサイトでは、水泳のスタイルとテクニックに関するチュートリアル、画像、および詳細なディスカッションを提供。これらのサイトでは、 水生植物種と水生植物の使用に関する広範な非営利的な説明を提供。ありがとうございます。